なんかチャレンジしたりとか、なんかやってやろうとかって思うと、いろんなチャンスがあるんだよね、多様性の中には。むしろそのハードよりも学生の面白みで勝負してる大学なのかな。でそれは例えば東京とか大阪にもたくさん大学あるんだけど、そこにはない 大学の特性っていうのが言えるのかな。これから、はい、皆さんこんにちは。これから編集長の陳野です。北海学園大学の佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画は皆さんのこれからに寄り添い、キャリアに役立つ知識をシェアする動画となっております。ぜひ自分に合った知識を見つけてコレクションしてみてください。はい、本日は、まあ、前回もちょこっとあったようなちょっと質問答えする回にしようかなと思うんですけど、はい、うん、結構前質問の中にも北海学園の進路希望者の質問が結構ずらっと並んでたので、まあ、その辺に関する質問をちょっとお伺いしようかなと思うんですけど、北海学園大学ってどういう人が行く大学ですかっていう話があったので、まあ、先生なりの見解で今回はちょっと広く学園に、うん、来る人物像、学生像ってどんな人が多いのかというところをちょっと噛み砕きながら、高校生の進路相談の悩みに答えていくっていうような感じの回にしようかなと思います。なんか先生的に印象というかあります？そうだね、いや特徴はあると思うよ。それは何でかというと、かなりの多くの人がチャリで通ってる実家からみたいな何を言いたいかというと、北海学園大学ってかなり札幌に住んでいる人が海洋大学、まあね、9割以上そうだよ ね。つまり道外からは少ないし、道内の地方からもいるけど、結構めちゃくちゃ多いかっていうとそうでもなくって、うん、やっぱり札幌圏で、まあ、地元の大学として認知をしていく大学っていうところが、ね、まあ、一つの特性かなって思う、うん、もう一つは地方の大学に特徴的なんだけど、その例えば都市部の大学って同じぐらいの偏差値の大学が結構並んであるので、はい、だいたい輪切り、その大学の偏差値だいたい同じ偏差値の人集まってるんだけど、北海学院って例えばいろんな事情で東京に行けないとか札幌に残りたいとかっていう条件で残る子が北海学院に来ることが多いので、結構勉強のレベルでいうとめっちゃできる子から全然できない子までいろいろいるなっていうか、いろいろいますね、うん、でそれが俺は結果としてめちゃくちゃ面白くって、なんでかっていうと勉強ができることだけが素晴らしいとは全く思わないんだけど、たまには勉強できないけどめっちゃ尖ってるやつとかいたりして、うん、でそれが勉強できるやつの刺激になったりすることもすごく多いんだよね。でその意味でいろんな多様性があるっていうのが北海学園の多分すごく特徴だと思う。でこれ多分普通気づかないと思う。高校生とかだったらいい偏差値の大学に勉強できるやつらばっかりで集まりたいって思うかもしれない。それも一つの方法だと思うんだよね。大事だなと思うんだけど、一方でいろんなやつがいる中で自分の個性みたいなものをなんか勝負かけてみたいみたいなのって北海学園すごくできる大学だなっていうふうに思う。だから同じ大学行ってるのに全然違う価値観のやつとかいるって思えるのが、確かになんかね、例えば授業の出方とかでも、例えばある大学行くと授業ってこんなもんだよね、まあ、サボってもいいよねっていう人がいたら結構みんな同じこと考えてたりするんだけど、うん、うちはいや授業めっちゃ出るべきだよみたいな、めっちゃ真面目くんから授業なんか適当にサボっていいんだよっていうパリピパターン、もうちょっと言うと、いや、やりたいことを見つけてその授業ばっかり集中的に出るべきだって結構こう意志の強いパターンとか、結構いろんなパターンあるんだよね。これって実は多くないと思う、そのどの大学でもあることではないと思うんだね。それはやっぱいろんなコミュニティから集まってる、だから勉強できる進学校からそうでない地方の高校までいろんなところがあるので、結構そういうのがこう集まって面白いのかなっていうのと、個人的には道内各地方からっていうのはそんなに多くないっていうけど、やっぱ一定数いるんだよね。そういう人たちが結構その地元背負ってきましたみたいな、背負って立ってますみたいな顔して来てるのもすごく楽しくて、俺はもう長島別代表で来てますからとか、稚内から私来ましたみたいなやつがいて、でその人の行動振る舞いは稚内を代表してますみたいな自負もあったりして、だから頑張り屋さんが多いっていうのもこうあったりして、だからその地方同士のバチバチもあったりして、でそれがやっぱ北海学園らしい面白さかなっていう感じがあって、そういう人が多いかなって感じがします。確かにそれは僕も現役の頃感じてましたね。一個のゼミっていうコミュニティというか、まあ中でもいろんな人材像があって、うん、地頭がいい人から、で地頭学力はなくてもまたそことは違う頭のキレを持ってる人もたくさんいて、そういう人たちがこうチームを組むといろんなこう相乗効果があって、なんか最終的なこう提案とかにもなんかこういろんなキャラクターが出てくるので、それぞれなんかなんだろう、見通ったアイデアとかがこう飛び交うっていうよりかは、みんなそれぞれ違った発想、違ったなんかこう問題意識みたいなの持ってて、それがこう交差し合うんで、めちゃくちゃ面白いコミュニケーション取れてたなっていうイメージはあるので、
確かになんかそこ他の大学行ったことなかったからあんましこう魅力に思ってなかったですけど、うん、今そういった話聞くとそれ面白いですよね。なんか多様性があるってのはめちゃめちゃ僕も分かるなって気はしますね。だから諸刃の剣だなと思うのは、その置きに行くような学生生活を送りたいっていう人はもうとことん何も得られない可能性もあるのかなと思う。つまりなんかそれなりに座ってればそれなりのサービスがされるんでしょっていうふうに思ってる人には何も起こらない大学とも言える、うん、それはまあどの大学でもそうなんだけど、だけどなんかチャレンジしたりとかなんかやってやろうとかって思うといろんなチャンスがあるんだよね、多様性の中には。それがすごくこう面白いと思える人にはすごく向いてる大学なのかな。でそれは例えば東京とか大阪にもたくさん大学あるんだけど、そこにはない大学の特性っていうのが言えるのかなっていうのは あるかな。だからそれは個人的にはここで職場としてね働いてて学生と付き合っててもすごく面白いなって思う部分かなとは思います。まあ立地もいいですしね、うん、アクセスも抜群ですし、なんか雪降るからさ大変なんだけど北海学園って雪踏まなくて済んでるっていうかね、地下鉄直結でね校内もなんか結構こうずっとその室内で移動できちゃうから、雪降りならではのねことはあるから、東京の大学から来るとちょっと面食らうかもね。なんかいわゆる芝生のキャンパスライフっていう感じではないよね。都市部の大学だからビルが多いっていうのもそうなんだけど、だけど雪国にしては実はよく考えられてるみたいなね、生活はしやすい、うん、まあ色気はないかもしれないね。だけどそれも面白みの一つだし、むしろそのハードよりも学生の面白みで勝負してる大学なのかなっていう感じはするかな。だからそういうふうに認められる人は北海学園も向いてるかなっていうふうにね。今回は高校生からしたら意外と見えてこない、うん、その中の学生とか人物像、どういう人が通ってるのかっていうところの話をいただいて、まあ、一個はその、まあ、人材とか人物像の多様性みたいなところ、学力っていう一個のフィルターだけじゃない、頭のいい人から上の人から下の人までこうごっちゃになってるので、まあ、いろんな刺激がし合える、うん、いろんなコミュニケーションが生まれる、そういう人たちがこう一つの教室に入ってるっていう意味ではこういろんなコミュニケーションが図れるっていう意味での多様性の面白さというか深さがある学園、北海学園大学だっていうところのお話をいただきたのでよかったなと思います、はい、一つの参考にしていただいていろんな大学を見てもらえればなと思います。はい、はい、思います。はい、以上です。ありがとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございました。たくさんのコメントと質問をお待ちしております。ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。